マジか。あら、かわいいチンパン。でも鼻をつまんでんのは何かのあれかな。へい、らっしゃい。聖天観音並みでてくさんの重魂に火がついたん。そう、タガメ炎に火がつくぜ。出る気はしねえ、正直。気心を知れたトッシーには言うけど、正直勝てる気がしねえ。だが 100% 勝つ気でやる。いざ1、2、3、ダーアダー。虚勢落ちってそういう。テックさん、アホ、テックさんがアホ引いたら虚無みたいな。虚無ってまたかっこいいな。虹裏の虚無ことテックです。ちょっと通りないになりそうなよ、ね。うん、一応聞くけど、どの辺に勝利を見出したんですか。おととい、その向こう側の希望かな。から結婚しろだったら紹介してくれって返せばいいじゃない。割と返しますけど。で、同僚の女の子を紹介されるって、くっつけようとするんですよ、あの会社のなんかおばさんが。てくさん、あの子いいんじゃないみたいな。ねえみたいな。すげえ世話焼いてくれる優しいおばさんが、うん、ちょっとごめんね、結婚しちゃったら。みんなのアイドルじゃいられなくなるけど、ごめんね。会社の人にそこまで言われるほどコミュニティを築けたのが驚きだよ。狭いね、狭い。あれだから、ひなみざわ村みたいなもんだから。へい、らっしゃい。今まで付き合ったこともないのに結婚とか無理すぎるでしょ。無理ゲーだよね。だから人を愛せる自信がないんですよ。リアルな話、ね、子供できても本気で子供を愛せる自信がないんです。あっ、くそ。伊集院のラジオの、え、今なんか言ったかな。無意識に言ったかな。なんだろう、今伊集院ネタ言ってないような気がするけど、無意識に出てたかもしれない。覚えてないんやな。ベルスタって何ですね。バクスタなら分かる。ツインビーかな。ベルっつうこと。合言葉はビーって。何回か言ったかもしんないけど、弟がベルつけとったんや。弟がですね、リュックにベルをですね、あんなど田舎じゃ集まる公園もなかろうて。なんか公園行ってたような気がするけど、気のせいかな。気のせいだといいな。そんな悲しい思いしてる弟見たくねえから。大丈夫、読んでた。新着中、へい、らっしゃい。見てるこっちは今までテックが勝てる気がしない勝負しか見てないから、いつも通り。そう、来たか。しごってくれ、トシ。トシアキはしごってくれじゃん。俺がしごる。へい、らっしゃい。なんで勝つ気しないのに 100% 勝つ気でやるって矛盾してますよね。ああ、だがその矛盾の中に希望はあった。
ああ、ペンネームトラーバートンで呼んでくれ。へい、らっしゃい。へい、画像を今の自己勝率 100%。 あれ、タッチかな。主人公でも、じゃあ作者でも、おお、作者でもか、誰が主人公の名前言えない、言えない、無理ゲーはんない。勝つ気ねえだろって、なんでだよ。トシビッグ勝つぐらいは勝つ気あるわ。らっしゃい。へい、画像を待ち、来た。ありがとうございます。赤ちゃん本舗でも行くかな。幼児プレイ用の服を買い、就職したのか。就職しましたよ。無事正社員です。正社員という名の社畜です。社畜にジョブチェンジです。へい、らっしゃい。ホモだから結婚しません、宣言してもええんやで。みんなのアイドルだからな。みんなのアイドルだかんな。本当に付き合ったことないとか、たまたま童貞かよ。おお、トシは無職童貞がデフォだろ。ちょっとね、おお、本気でみんな付き合ってんのか。引くわ、引くな。テックさん自分大好きだからね。自分大好き、いやだからその自分、子供の愛せない理由がさ、その自分自身をそんなさ愛せるかっつう話で愛せないんですよ。気持ち悪くないですかそれ。結婚してくれるんじゃね。僕いっそ他人の子の方が愛せそうな気がする。バツイチと結婚するのも無理だけど、いやそうだったらいいんですけど、なんで子供が愛せそうにないかって、自分そんな可愛がりたいかっていう話ですよ。嫌じゃないですか。なんか、あ、自分可愛い、自分最高みたいな、なんか子供を可愛がるって究極的にはそうなってしまうんじゃないかって思うと、僕はなんか急に自分の子供ができたとしても愛せないような気がしてしょうがないんですよ。別に、いや子供を愛するのは当然で あるし、そうなってほしいですし、その否定する気はないんですけど、じゃあ僕が子供できたとして愛せるかってなると、なんかそう思っちゃって愛せる自信が一切なくなっていくんですよ。どうなんだろう、自分が大嫌いなのか、深層心理で自分が大嫌いなんですかね、これは。もしかしたらよくわからないですけど、メンタル。新着7。へい、らっしゃい。へい、画像を待ち、おととい来やがれ、職場の人から結婚しろ。なんだよそのシナリオって。もうなんかゼーレが描いたシナリオ的なやつですか。へい、らっしゃい。どうでもいいから早く倒して眠いのよ。もう寝てもいいのよ、トシ。行くぜ。ここまではスタミナ温存です。お、魔法少女かなこれ。ステッキぶら下げてよ、クソが。やるじゃねえか。だがここで負けるわけにはいかねえのよ。 HP 半分は厳しかったね。人類、うわっ、見つけたらにするわ。クソが。背中に炎の翼が生えた。どこまであがいてやる。へい、らっしゃい。全力で飛ばすぜ。防配信者は発狂するだろうな。夢に見ただけで悪夢だった、ショックだって言っちゃう人だし。ガチでガチでケツの穴を狙われてるとはって。うん、でもどうなんだろうな、僕結婚の勝機が一切見えないんだよな。当分大丈夫です。一切ね、そのまずは彼女作ることから始めなきゃ。
そのビジョンが見えないんですよ。一切砂嵐なんです。相変わらず中学生みたいなこと言うね。ほんとだから永遠の中二病ですよね。ほんとガチピーターパンすぎてほんと困るんですよ。なんかガチでさ、冗談抜きで苦しいよ人生が。ピーターパンすぎて思想が、それによってかなりちょっと心苦しくてしょうがないんですよ今の人生。今の自分が子供の時代じゃないっていう、チンポから毛が生えて僕が子供ではないという事実が僕を苦しめてるんですよ、あの冗談抜き。行き過ぎたピーターパー症候群はガチであのメンタル案件になります。ちょっと読めなかったやつ読ませて。ゴミを見るようなね、なんだろうこれ、シブリンかな。いいなあ、こ最近こういう風な目で罵られたい的なさ、すごいなんかそういう願望が強くなってきてて、僕の中でその会社の女の人になんか僕の中ですごい妙にいじりやすい人がいてその女の人にねすごいなんかくだらねえギャグ言うんだけど、いっつもなんかあはいはいみたいな感じでこうスルーされるのがなんか楽しくてしょうがないんです。なんかその人をいじりまくってなんかあーそうだねっつって終わって、こうバーってどっか行かれるのとか、一人で その状況を笑ってるんですけど、すごいなんか、ね、ゾクゾクくるんですよ。なんか冷たくあしらわれるの、なんかなんだろうね、変な性癖に目覚めかけている僕がいますね。なんかHP 半分は厳しかったね。次ボスにたどり着けたらんですが、ん、どういうことでしょう。よくわからん、ごめんなさい。うわー、これは病んでますね。ほんと病んでますよ、ほんと。最近みんな死ねって思ってますね。ごめんね。でも、トッシーには生きてほしいと思ってる。どこら辺まで読、あれなんだろう、読んでなかったんだろう。よくわかんないけど。次ぐらいまで一応読んどくか。自己愛強い人は自分の子供が好きになる。その逆もしかりだからしょうがない。それ何でもありじゃないですか。どっちでも言い取れないですか。どうなんだろうね。自己愛強い云々は否定しないですけど、なんだろうな。おお、何ですかこれ。あのまあでも結婚できる気がしないから。へい、らっしゃい。自己愛強い人は自分の子供が好きになる、その逆も光だからしょうがないね。まずね、僕多分僕が一方的に愛しても人に愛される自信がないんで、僕のことを好きって言ってくれる人が現れない限り、僕はなんか結婚が積んでると思ってる、思い始めました最近。育つのではなく、親の不完全なところを反面教師に育つんですよと割とマジレス。おーっと、名言出ましたねこれ。ちょっとかっこいいなこれ。自分の親を悪く言うつもりもないし言いたくもないですけど、これはなんか理論として面白いからかっこいいですね。人にドヤ顔しながら言いたいです。心配なんかしなくても大丈夫だから、
って俺のことでもあるんだよな。あはは。やめろ、トシアキ。その術は俺に効く。いいのよ、そんな卑下しなくても、トシ。僕をボロクソに言ってもいいけど、トシチは卑下することなんかないんだぜ。リアルな中年童貞は初めて見た。おいおいおい、まだ14歳なんですけど。まあいろいろノーコメントにはしとこう。ただ僕はね、今まで彼女いたことがある人とはね、友達になれない、なれない気がしますよ、僕。なんだって。おいおいおい、なんとなくシグルっぽいような気がする。らっしゃい、その前に彼女作れよ、うん、だよね。なんか最近もしかして あのあれはフラグだったんじゃないかなって思うことあるんだけど、なんだろうな、その鈍感主人公見て、いやそれはさすがにねえだろって思ったら、実はガチで自分の鈍感なのかもわかんねえって思い出したじゃないですか。まあフラグなんかもうそもそも立ってなかったのかしら。ゴゴロ帰れ、ゴゴロの虫のやつ帰れ。その主人公僕は嫌いじゃなくて、ほんとピーターパン症候群みたいな。ピーターパンかっこよく言えばピーターパンシンドローム。へい、らっしゃい。おととい来やがれ。ビッグバンピーターパンシンドローム。目覚めかけている。それは年明けの教育の賜物だね。そっか、いつもテクさんそんな扱いだもんね。だよね、ですよね。ちいちゃん、ちいちゃんなのかい。あー、バカ野郎。へい、らっしゃい。何でもいいから、若い女のトトトに隠せってんがあることが嬉しいんじゃない。いや前のあれでは違かった。いや、それはまあ、接点あるに越したことはないのかもしれないんですけど、なんか妙にいじりやすいんですよね。いやー、丸丸さん目的で男の人いっぱい入ってきちゃいそうですね、この会社、つったら。そうだね、つって終わって。わりかし、一言も返されないで無視されることも多いんですけど。で、会社内ではそれが公認になって、なってるみたいな。なんか上司とかもなんかそれを知っててねえみたいな、かわいそうだねみたいな感じで、その子自身もなんかごめんねっつって、私正直な人間だからさみたいな、顔に出ちゃうんだよねみたいな、ギャグ言うとすげえ引き笑いしてて、本気で引き笑いしてて、僕がギャグ言うと、いや今引いてましたっつって、いやごめんね顔に出るんだって、いやいいですけどねっていう感じですけど、新着6。へい、らっしゃい。じゃあ毎回ゴミ扱いなレス見てはゾクゾクしてるってことなんですかね。そう、そういうギャグやめてくれるって言われたんですけどいらないからそういうのって言われたんですけど、僕は、あ、じゃあごめんなさい、もうやんないですって言って、気づいたら言ってるって。テクさんは童貞なんじゃない、うん、綺麗な体なんだよ。お、ここに本質をわかるね。双葉俊明は知っているって、本物を知っている。そんな年は。らっしゃい、画像を待ち。来た。愛されるよりも愛したい街。へい、らっしゃい。へい、画像を待ち。来た。オマンシティ。なんだこれ、マッドマックス？よくわかんないですけど。怖がってる。へい、らっしゃい。テクさんと友達になれない、悲しい。おいお前ってちょっとさ、ねえ、どうやってこのテック道場のゲートを開けてきたんですか。ちょっと普通弾かれるはずなんですけどね。心痛めてたけど喜んでくれてるとわかったら遠慮なくトン呼ばわりできるね。やったね貴様か。大丈夫だよ。
傷ついてんのはほんの針の穴一つじゃん一つ程度じゃん。いいのよ別に。でも僕は女の人にね、そういう言われた男の人にやられる趣味はない。クソが！見える。おっとバカ野郎、やろう、先読みしてニュータイプだ、ニュータイプだっていうの、おかしいですよ。風邪、クソ、先回りされてるっていうの、クソ、煉獄、マジか。うん、次回、うん、テック道場はぁ、あ、疲れるし。セクハラ、セクハラかな、テクハラかな。ちょっとこれあんまりよろしくないな。他のとこ行ってみる。これいきなり今日もいきなりこれさ、あの、なんか、ブラックドラゴン行かないで、遅延のマヌス行っちゃった的な状況なの？ DLC の全然だけど。失礼。いや、そう思ってさ、話しかけなかったらさ、あっちから話しかけてくるんですよ。病んでるよね。シャーズナブルぐらい純粋かな。かといって僕がさ、喋んなきゃあっちから話しかけてくるしさ。僕のこと好きなのかな僕のこと好きなんじゃね、あの子。ちょっとやっぱ惚れられてるわ。かぁ、惚れられてるわ、かぁ。ちょっと、こことつながってたの。ふぅ、疲れてきた。もう2時か。もうなんか別の道があるわけでもないもんね。でもこっちの道が怪しい。らっしゃい。骸骨すら倒せないとは、念は取りたくないな。いやいや、骸骨倒してたらあれですよ、キリないですよ、きっと。へい、らっしゃい。テクサンサー格好つけてないで、もうちょっと戦略組み立てないと勝てないよ僕の中では組み立ててるんだけどな。そこまで無謀、無策ではやってないですよ。へい、らっしゃい。あー、その娘、会社でテック係にされちゃったんだね、かわいそうに。なんだよ、テック係って。そんな得体の知れない係があったんですか。なんだこれ。これ最初のところかしら。へい、らっしゃい。テクみたいな害虫に話しかける優しい私を。見て見てそうか、そうきたか。そういう話しかけられる理由があんのね、今気づいた。これおそらく最初のところだろうな。もう覚えてないんですけど、おそらく最初なんだろうな。ということはあのボス行くしかねえんだ。ここでは
逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ、ミサトさん逃げちゃダメだ。 100% 勝つ気でやるしかねっつうこと。まあでも僕が本気出したらね、勝っちゃダメだ勝っちゃダメだですよね、ぐらいの余裕はありますけど。新着後、へい、らっしゃい。まだ2時か。まだ2時？もうだろ。アイスのもうだろうが年。へい、らっしゃい。業務上仕方なく話しかけてるだけじゃないの。なんで、業務とか無視していいんじゃないですかね。へい、らっしゃい。デックみたいな底辺の人間に慕われて付きまとわれるけど、冷たくあしらう私が良いんだろうきっと。冷たくあしらう私がどういうことです。いやだから冷たくあしらって、まああれかって、まあ嫌われんのもあれだし、へい、らっしゃい。喋らないでおこう。ソウルの器使って生まれ変わろうピュアダッターの時のあーなんかそういえばあれ振り直せるとか言ってたような気がするけど、これ2の話でしたっけ。どうなんだろうな。それやったらやっぱり反則のような気がする。隣の席に中のやりたい気持ちもあるけどやらないです。気を引くためのかませ犬だよ、うん、いやーまた男がねいなくて、僕が会社の看板息子みたいな、看板意見。いずニュースに、なんか、こんなところにイケメンがみたいな、コーナーで、なんか、いつ紹介されるの？ヒヤヒヤしてますよ、いつ年明けにバレんじゃないか。だって、イケボイスイケメンですよ。もうすぐバレますよ。一発ですよ、本当に。ああ、もう取材拒否だ、本当に。取材来んな、バカ。ガッ！ないんですけれども、スネ夫かジャイアン、ダメだこれ。どっちの新スネ夫かな。本当にテクさんのことを思って相手してくれる人なんてアーシさんだけだよ、うん、アーシに愛はあったのかな、わかんないですけど。前も言ったかわかんないですけど、一時期アーシの妄想恋人は実は僕だったんじゃないかって疑い始めた時期があって、本当に彼氏いた、うん、だから寝てもいいのよトシ、いいんだトシ、寝てもいいんだ。あ、それね、スネオってなるほど、三ツ矢雄二じゃねえか、ホモじゃねえか、うん、グレーゾーンつってゴッドマーズ、ゴッドマーズってあいつだろ、もしくはタッチ、お願いタッチタッチ、そこにタッチ、あそこにタッチってそういう、まさかタッチがドスケベソングだったなんて気づきませんかって。
弱に、へい、らっしゃい。イケボイス、イケメン。イケボイス、イケメンです。あ、どうも、イケボイス、イケメンです。へい、らっしゃい。ゴリ押しが通用しないなら無理ゲーだな。おいおいおい。その言葉そっくりそのままお返ししてやる。ちょっと今かっこいいこと言っちゃったかな。ちょっとかっこつけすぎちゃったかな。怖いな。よし、よしと、若元よし、よしと、美しいだこれ。行くぜ、気合い。いっそ遠距離攻撃徹した方がいいのかもしれないけど、あーそっか、魔法変えられないんか。新着1、へい、らっしゃい。サンツヤさんはマーズじゃなくて、マーズだよ。え、マーズ、マーズ。あ、ごめん、どっち、何がなんだ。あ、やべ、クソな。でも致命傷は避けた。やるじゃん。そこだ。くそ、ガード、シールド、シールドファンデル。こっからが本番だ。ここからが地獄だ。あの近衛兵がやべえ。うぜえことこの上ねえぜ。この兵だけにな。なんつってん。ギャグも言う余裕がある。この余裕がある段階世代ちょい悪る親父的な。チョイス、ちょっとマジか、すえー、マジか。どうすんだこれ。ああ違うか、これでまた違う世界入るのか。一時的なブーストも使う暇がないんですよね。まさに付け焼き場だよな。なんかやったとしたら。今のところ回復アイテムが足りない状況にもなってないから、あれですよね。そういう問題でもないんですよ。回復する暇がないっていう感じです。新着1、へい、らっしゃい。
このボスに勝てたら脱チンパンできるから頑張れ。でもこれが最初のあれですよ、ダウン DLC のボスですね。ちょっとハードル高すぎやしねですか。火力がな、406のエンチャントがついてる。僕をもって最強のこのクレイモアでさえあれだもんな。あ、ミラクもすごいな。でもクソ重いやつなんだ。おお、見事なデミルーンエコー、デミグラスーンエコー。お、意外と早いな。新着に。あら、結構いけるかもしれない。おととい来やがれ、このボスに勝てたら脱チンパンできるから頑張れ。とりあえずチンパンに謝ろうよ、僕も一緒に謝るから。おいおいおい、遠回しのディスりがすごいな。少しでも、いらっしゃい。強い。デックが戦略考えてる時間ほど無駄な時間も珍しい。考えろって言ってみたりさ、無駄だ。どっちなんだい。おい、どっちなんだい、としちゃん。おい、としあき。僕の筋肉もう帰るのかい。一回糖分 取って休みすんのもありかもしれんね。ちょっとおしゃれな音楽でもかける。おしゃれ DJ の本領発揮しちゃっていいかな。連続で転がると減っちゃうですよね。いちいち HP 減るのもつらい。あっ！あ、よかった。新着1、へい、らっしゃい。ユタロウの話でもしてリラックスしなよ、テク。ユタロウいいよな。ちょっと！泳げスイスイ、泳げスイスイ、ユタロウ愉快な。お風呂のアイドル。ユタロウいいよ。鎧脱ぐの忘れた。どうりで調子おかしいと思ったぜ。クソが！マジかよ！よっしゃ！それでこそ男。男がスタル！バカ野郎！見える！よっしゃ、流し切りが完全に入ったのに。クソが来いよ。クソが
おいおい、やろう。くそ、マジかよ、眷属がうぜえ。クソが相打ちかい。だがそれも想定内のうちよ。クソが、メイスにしちゃシートばかり強すぎじゃねえのか。クソ、見える。おいおいおい、よっしゃ、クソが。なるほど、あいつは一発だからもう倒した方がいいのか。童貞な。ありがとうな、応援ソングありがとう。なんだろうな、でもこの意外とクレームは使いづらいんじゃないか説が出てきてますね。割とこれ使いやすいな、思ったより軽いんですよねこれ。いいわ、シールドもなくそう、全余計にしよう。避けて切る、避けて切る。シールドなんかいらねえ、捨てろよ。おしゃれな、久しぶりに行ってっての DT だ。あんなもん今流した、僕メンタル。クソが、マジかよ、クソ、クソが。クソ率高い、クソつまらない会談しながらゲームしてよ、テクさん。あれ、話すのにさ、集中しなきゃいけないから、無理です。アリハンが、アリハンですね。アリハンという単語が生まれてしまったよ、ほんとに。へい、らっしゃい、おい。おいおいおい、死ぬわ、俺。やりますよ、彼は。意外と軽かった。村雲さんだ。いいね。僕の髪の毛ってこういう形してるんですよ。こうね、一部分でこう見ると、細いんですけど、横にすると、すげえ太く見える。僕の髪の毛だ。反ってるしね、軽く曲がってるしね。あれもおかしな話ですよね、髪の毛の系のさ、サクセスとかああいうさ、髪の毛が映る CM の CG って全部円柱なのにさ、僕の髪の毛こんな感じです。村雲の毛です。ムラ毛ですよ、ムラ毛。ディバ毛です、ディバ毛。新着4、へい、らっしゃい。順調やな。順調ですね。順調に勝機を見出して。もうちょっとで多分ヒントがつかめるんじゃない。らっしゃい。おととい来やがれ、避けて切る、避けて切る。今までの実績でそれができると、本気で思ってるあたりがテック。今僕、最高にディスられてる気がする。へい、らっしゃい。電波なの？そう、電波組です。パンパンチラ、パンパンチラチラ。うるせえよ！バシッバシッバシッ。言葉の乱れは
やばい、逃げろ。クソが。流し切りだ。クソが。農作業のおっさんかよ。おいおい、こいつが一番やべえ。クソ。こいつき。あいつは無視。シーン無視。またまた無視。クソ、見える。おいおい。やりますよ、彼は。スタインを倒した僕なら行けるはずだ。テクさん、あなたならできるわ。信じてテックの力。勇者の家系に目指す。クソ野郎がよ。やだ、もう本当に一旦休憩する。もう、でもコツつかめてきたな。休憩だ。テクさん相当テンパなんだ。僕はクセっ毛かな。なんかね、妙に髪の毛のね、他はまっすぐなのに先っちょだけこうくるくるんとね、釣り針みたいになったり丸まり始めたりねするんですよ、時々。なんだろうね、他のところは結構12、3センチまっすぐなのに先っちょだけくるんって釣り針みたいになって曲がり始めたりさ、何これ。テンパン、あ、今の今言ったあれです。言葉の乱れは心の乱れにつながるから、ね、もっとお上品な言葉を使いたい。そうですわね。高みはなすなす、高みはなすなです。ブブブブブ、目に目に大事件、どんな無茶ぶりも定休第一期の DVD が見たい。そうですわね。テクの髪の毛油切ってそう。いやー、フケも一個も出ないですね。もうだから僕絶対さ、40度の熱出てても風呂入るぐらいだから綺麗ですよ、体に関して。アナルだって本当にさ、拭いてくからさ、他の人よりだいぶ綺麗だよ、そう考えたら。逆にトシ汚ねえ汚ねえって言うけど、逆にさ、トシじゃあ1日で何回もアナル拭くかい。拭かないでしょ。じゃあ逆に僕の方が綺麗じゃないっていうさ、あの説を熱唱しますよ。ちょっとトイレ行ってちょっと休憩しますね。失礼。
しました。ちょっと落ち着いたので、わりかしなんか意外とあっさりいけちゃうかもなって、あのなんだ、前線はねできるかもしれないです。勝てるはいい過ぎかもしれないですけど、適度な休憩と糖分はね体に必要です。今前回のやつは半分近くいきましたね。なんだろうって、なんだろう、すごい年、このあれがずっと続くんであれば厳しいけど、そんなに無理っていうわけではないような気がします。死んだな、死んだよね。トッシーが言うほどひどいとは思う。へい、らっしゃい。ブターバックスストリーム。ちょっと今また死にそうだった。そういう心を乱すのやめてください。スターバックスと豚をね、ナチュラルにかけないでくれたまえ、確か。へい、らっしゃい。やだもん。やだもん。あちゃん。ガールズ&パンツ。蝶野正弘も応援しているガールズ&パンツ。へい、らっしゃい。はい、やだもんいただきました。うん、はい、一やだもん。厨房、カウンター、やだもん一つ入りました。テクさんの髪の毛、チンケみたいだよね。チンゲヘアーと呼びたまえ、好きなだけ言いたまえ。テクという生き物がもうすでに汚い。汚物に属されるんだ。 3K に入っちゃう。へい、らっしゃい。ケネが弱り始めてきたか。そのうち髪の毛が影毛みたいにしくれてくるぞ。なんで髪の毛が、あの、ネタの時なんだろう。前からですよ、前から。もういつも髪の毛多いっすねって言われて。画像を待ち。いつもパンツにしまってるから髪の毛がチンゲであることは否定できませんね。別に僕のことは100歩譲って言ってくれてもいいんだけど、その全国のテンパーファンの皆様は悪く言うのはねやめてくださいとし。へい、僕のことはどんなに言っても10年発見ナチュラルに他のことは。おい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 、死ぬわ俺。リメトレしていくか。シュッシュッ、へい、なしぎ。へい、画像を待ち。来た。あ、これいいか。全然応援になってねえよ、トシ。へい、らっしゃい。おととい来やがれ。いつもパンツにしまってるから髪の毛がチンゲであることは否定できませんね。アムロ、行きまーす。もみあげがチンゲってね。もみあげはあれですよ、すごいね、1センチか2センチぐらい伸びるとね、こう曲がってくんです。ガチ釣り針っぽく。らっしゃい。でもテクさんのマッチョ体型はちょっと好き。ホモ来たな、これ。なんだろう、今だらしねえ体ですよ、今は。最近だらしねえな。イケメンなんだよな。イケメンだからな。自他ともに認めるイケメンだからな。そりゃしゃあないわ。へい、らっしゃい。テクさんの愛称、テクソ、ドン、チンパンジー、童貞、チンケ、童貞とチンゲか、ニューになってね。童貞とチンゲダブルニューになってたんですか。なんでちょっとカーブを描いてるだけでチンゲなんだろう。別にいいけど。あ、白豚って、モーグリか。僕はモーグリか。クポークポークポー、あいつを倒すクポー。
でくるぞブブーでてて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 て
沈着よん。いや、そうでもねえぞ。宇宙船でおめえの木が現れたから瞬間移動しなかったんだ。青空、いやどう見ても黒いんですけど。違う、非太陽が出てれば青空なんです。トッシーがそこに青空を思えばそれは青空なんだ。へい、らっしゃい。あの夜空の向こうにテクさんがいると考えると時がするんで。おいおいおい、ロマンチストもねえわ俺。へい、らっしゃい。あいつ死ぬわ。死ぬわあいつ、死ぬわ俺。やりますよこれ。薄口だこれ。銅像みたい。らっしゃい。ゲロ出る。やべ、ゲロが出そう。トシ、ゲロ袋持ってくるかよ。行くぜ。うわー、来て。おいー、バカじゃねえのこいつ。何仁王立ちしてんのこいつ。5分損したこいつのせいで。早くあの装備欲しいな。沈着後、へい、らっしゃい。ついにボスにすらたどり着けなくなったぞ。退化してない？チンパンジーから類人猿にジョブ転した？あの、ダブルゼータのオープニングを巻き戻した感じになってます。シャアが叫び始めて、誰このロリコンって感じから、こう、人間から猿に戻ってくる。自分からアニメじゃない。作り話の夢じゃにゃー、夢じゃにゃー、ほどの本さ。いやいやいや、また作り話とかさ。おお、これ全部考えた話だったら、僕は一流のさ、あれだぜ、一流の創作作家になれるぜ。いないよ、芋毛ほとんど見なくなったよ。年一時期は芋毛に、すげえ数年前は芋毛に入り浸ってきたけど、今全然あれですよ。芋毛見てないですよ。去年とかほとんど見なかった。ナイトガンダムさすがだよね。へい、らっしゃい。テクさん、後ろ後ろ、うん、後ろー後ろー、ええぐさー。外国のニュースに放映されなかった。そこはトシ、後ろ後ろって書いてくださいちゃんと。後ろ後ろって。ええガーもう。3時だぜ、トシ。明けない夜はないっていう感じだよ。トシアキくん、ファイトだよ。ごまえごまえ、違う違う違う。そう、この元気さえ空回りなのさ。新着1、へい、らっしゃい。吹いた。吹き矢かな、毒斬りかな。これあんまりよろしくないな。これで
1個減らし、エストリーも減らしちゃうのあんまりよろしくない。これエイリアン vs プレデターに出てくるヤクザっぽいポサーはあるよ。サムライミ監督やな。寿司天ぷらサムラプレデター、外人が好きそうな装備だぜ。新着さん、へい、らっしゃい。まだ3時か。しなとし、もう3時だ。そういえば、もう中学生は何してるんでしょう。ボス倒すまで朝は迎えさせない。ん？いや、妊娠だけはしとく。本当に冗談抜きで僕は新しいことを覚えると古いものガチでガンガン忘れていく。本当に笑えないっていう。じゃあ行きますよ。行くぜ。まあいいわ、ここは出し惜しみしねえ。下手すりゃオーバーキルされる。何なんだよこれ。ああ途中でキャンセルになるのか。ここは走らないで。走るとスタミナは減っちゃうんでね。ゆっくりターゲットロックしながら真後ろに回って、サムライサムライ忍者ゴーエおいおいおい、やりますよ。か見える、サムラ忍者。クソ、これも想定内や。新着いっていらっしゃい。まだ中学生か。もう中学生。あ、これ定型、一つの定型完成した。下手に走ることないんだ。サムラ忍者。クソ、よし、いやいやウィーキン。マリオン、マリオなんつうんだ。適当に今作った言葉を喋っちゃった。クソ、あっ、あぶねえ。間に合え。くそ、ここは回復で。残り3分の2。いけるか。やってみるさ。私はシャーズナブル。くそ、連携攻撃。来るぞ、鳥肌注意。もうカラス鳴いてるよ。カラスが鳴いたら帰る。悪くないんだよな。何かあと一つ足りないんだよな。もうちょっとフィールド広ければな。
あとやっぱりあれ金色がうざいんだけど、あれ絶対倒しても復活するタイプでしょ？知ってる。絶対あれ倒してもさ、定期的にあのパターン繰り返したら復活して同じこと繰り返すってやつでしょ。私ボスキャラの隣にいて倒しても後から復活してくる脇役嫌い。バーン。新着1、へい、らっしゃい。いつも飛べないハードルを負けない気持ちでクリアしてきたけど、出し切れない実力は誰のせい？止まらない未来を目指して譲れないまたレイヤースさん来たよ。何なんですか？どんだけレイヤース好きなんですか？海ちゃん、海ちゃんか、エクスデスさんか。海ちゃんの人は今でもイモゲで書いてたりするのか？愛称状を書きながらたまにイモゲを見て投稿してるのかね。愛情友情軽音顔。マリオってまんま見えやだ。今思い出した。ちょっと必死になってると思い出せないですよ。基本的なことも思い出せない。新着に、へい、らっしゃい。おととい来やがれ。何か一つ足りないんだよな。とたった一つ一つだと思う。なんかスパイスが足りないあれがあるじゃないですか。パンチにかけるさ、あの料理とか。らっしゃい。何かあと一つ足りないってんなもん。テックの腕が足りないんだろ。あら、うまいこと言って。じゃあ僕はアシュラになればいいのか。アシュラしたら凌駕する存在だ。行くぜ。小細工はなしだ。ガチで行こう。はぁ、サムラ忍者クソだ。くわっ、くそ野郎、ガンプラバトルをわきまえてやがる。つえな。ちくしょう、つえ。どうすりゃいい。トッシーだったらさ、こういう時にさ、こんな時テクさんならどうするっつって活路を見出せますけど、僕自身がテクさんの場合どうすればいいんですかね。僕そういう時はどうすればいいんですかね。わからない。本当にわからないんだ。もう割とやれることはやってるような気がするな。槍で遠距離かな。下手に近づかない方がいいかもね。槍地区かな。槍地区地区にみたいな。それいいね。おいおい、え、左腕に兜できんの？FF6 のチェーンソー装備か。新着後、へい、らっしゃい。へい、画像を待ち、飯食って落ち着く。なん
ジアです。どこのだろう。山田ゾーンかこれ。違う。どうですか。へい、らっしゃい。やめいはよやめい。PS4 かえ。どういうことです。これそれとやめることに何の意味が。PS4 買うのとやめることに何の意味が。へい、らっしゃい。ボスへのたどり着き方を覚えたので。ボスとの戦い方を忘れました。そう、先ほどそれは言われました。やまびこかな。へい、らっしゃい。こんなとってくさんならまず猫指輪つけてから降りる、うん、猫指輪にどんな。猫指輪って今作あったんでしたっけ。持ってたのかしら。あ、へい、らっしゃい。その武器鍛えてる？うん、鍛えてますね。10ぐらいまで行ってましたね、なんか。クレイマーより下手すりゃ鍛えてますよ。攻撃力はクレイマーより前より強いです。痛いです。こうなれアベリンも鍛えとけばよかった。それは絶対おかしいなって。ああ、もう集中力に限界きてんのかな。新着1、へい、らっしゃい。イカとカザコを一度処理してみたら、うん、イカってなんじゃん。スプラトゥーンかな。あいつらね、あの黄金バットじゃないな、骸骨剣士は一発で殺せることが分かったんで、まああいつらはいいかな。でもね、切ってる間に奴の遠距離魔法とか食らいそうなんですよね。特に黄金デブは、金デブさんはガチで強いんで、正直相手してる暇あるか。多分相手してるところにもう、多分魔法使われて、ボコられる未来が完全に見えてるんで。なんと。ニントもカントもですね。で、持久戦に持ち込むとどん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 やられる確率が上がっていくんで、金色を殺してる間にこうなんか結局持久率下がってって死ねえかな。新着さん、へい、らっしゃい。もう白霊に頼っちゃおう。嫌です。ラブライブです。へい、らっしゃい。さっき休憩したくせに何言ってやがる。ですよね。甘えですよね。へい、らっしゃい。テクさんに限界なんてあるの？限界なんてない。スーパーテックです。安心しろ。スーパーテック。ふぅ。浅はかなのかな。
この毛は 何をしなくても揺れるんですか。エレベーター動いてるから揺れてるのかなと思ったんだけど。新着にへいらっしゃい。アイテムの誘い頭2つ買ってみれば。誘い頭、ザコをおびき寄せるみたいな。いやザコをおびき寄せたらもっとひどいことになります。へい逃げ回ってんのに。限界の向こうは無限大、繰り返す伝説、超えていこう、塗り替えていこう。またロスユニバースさん来た。 BSKFOR YOUR SAKENYTIMA。 どんだけ好きなんですか、ロスユニバースと。ロスユニバースとスレイヤーズどんだけ好きなんですか。割とかなりの割合でなんか毎回投下されてるような気がする。ちなみになんかグランブルーファンタジーっていうゲームで、あのスレイヤーズとコラボするって、割と今超今風のかなり人気高いゲームのはずなのに、テレビで CM をバンバンやって、それが今スレイヤーズとって。まあなんかスラムダンクあたりならまだわかりますよ、ね、年代とかね、人気とかが。スレイヤーズだぜ。割と普通のバラエティゴールデン番組でガンガン流してる CM のスマホゲームがなぜかスレイヤーズとコラボするっていう、すげえなグラブ。ああいうバラエティ番組見て始めた人たちはどうなの、何このスレイヤーズってならないんですか。何このドラグスライド。ただただ落ちていくだけの配信だったな。そう、僕の心も闇に落ちてしまいましたけどね。なんてうまいことを言いつつ、行くぜ。あ、ベリーゆう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 らゆうゆう。おい見える。おお、ある程度近寄らねえか。なんか動作が遅い、強制キャンセルもかかんない。くそ、撃った後硬直があるなこいつ。新着4へいらっしゃい。結局もグラブルやろうぜ。グラブルはちょっと後で。始まると見とけよ。ガーッですよねー。じいちゃん、じいちゃんなのか。インコちゃん、インコちゃん。運転間に DMM のオンラインエロゲやろうぜ。ちょっと聞いてくださいトッシー。あ、 DMM の僕ね、前に言ってたやつ始めたら今年いっぱいで終わるとか言い出して、おいおいおいですよ。先月ぐらい、なんだ、先月ぐらい始めたら今月で終わりです。オーフェンね、オーフェン言う。我は放つ光の白人、潮なの光の白人。なんだっけ、そうそう、グラブルね。サタシネ、あれサタシネもう始まってんの違う。グラブルなんだっけ、ジータちゃんだからね。なんだっけ、すげえしこれるやついて、基本しこれるんですけど、グラブル。なんかね、グラブル公式でね、なんか抱き枕を出したらしくて、それすげえしこれて、
なんかその画像ね、僕こう検索してしこったんですけど、パンツの書き込み具合とかすごくて、あのなんかうつ伏せで何寝てるなんたらちゃんっていうの女の子がケツの方がアップでこうこちょっと半泣きなんですけど、パンツの書き込みがすげえんすよ。あんな有名なゲームの公式絵師がマジモンでガチなエロ描いてて、しかも股のあたりすげえなんか汁で濡れてて、おいおいおいって思わず乳首出てないのにしこっちゃうの人。それのね、あの綺麗な画像を探してもどこにもなかったんで、年持って持ってたらあのちょっとねください、お願いします。すげえしこれるんですよ。パンツのこう脇のなんか網みたいな書き込みとかもすごくてね、久しぶりにパンツの書き込み具合に感動してすげえ興奮しました。マジすげえっすよ。ね、いいねっつって速攻しこりましたね。見た瞬間、おーってあのアイドル脱いじゃったよみたいな感じです。新着位置へい、らっしゃいへい。ちょっとマジ綺麗な画像を求むと、ちょっとね、あの一生の頼みだと思って。ですよね。あ、ちょっと。どてちゃうわ。ちょっとほんとね、もうグラブルはゲームやりたいっつうしこりたいっす。めっちゃしこりたい。これラス1にすっか。もう集中力もなくなってきたし、サタシネでもいっか。ちょね、ほんとあの抱き枕の存在を知ってたらね、早く僕は買いに行ってたかもしれない。で、なんかキャラデザインの名前でググってたら、ミナーバナンタラさんっていう人でググってたら、ミナーバナンタラ検索候補キーワードにしこれないって書いてあってちょっと笑っちゃいました。どういうことだよ、すげえしこれんだけど。僕からしてみよう、これです。めっちゃしこれます。このパンツの書き込みはここ数年で最高に興奮する。めっちゃしこれた。本当だな、嘘じゃねえだろ。本当に僕倒す。ぐー、ビーラちゃんのおまんこパンティーが、ぐー、私が死んでも第二第三のテックはビーラちゃんのパンツを、うごごごごごごご、なんだっけ、ギャーム、ギャームってギャームいいよね。バームみたいな。ちょっとあと一戦やっか。もうあれだ、サタシネ見たいわ。もう疲れた後、普通に。え、サイレーンやって。サイレーンの再放送やって。新着4、へい、らっしゃいへい。面白いのかしら、モーテックさんのエッチ。よっしゃ。静香ちゃんはまあ昔はしこれたけどな。何、ちょっとクソ映画集がするんだけど、この今回の。はい、ダメ、うん、はい、ダメでしたね。でも本当に倒したら貼ってくれたのかな。もう本当だったらガチで頑張ってたんだけど。へい、らっしゃい。ちょっとクソ映画集がすごいんだけど。じゃあ僕は乳首あれですよ、乳首派だけど、この乳首派の僕でさえうならせるパンツだったから。
しゃい。言ってから1分も持たずに、死亡ってギャグかお前。もうね、いや、本気で張ってくれんだったら、もう 100%。100% 中の 100% でした。ビーラちゃんが待ってる。ビーラちゃんはすげえしこれ。あとジータちゃん、なんだかジータちゃんがね、なんかチュンリーの百列キックしてる。すげえしこれ。しこってないですけど、本物のパンツじゃなかったからしこらなかったんですけど、いやもうだから今日なんだっけ、ビータちゃん、ジーラちゃんね、どっちだっけ、ビーラちゃん、ビーラちゃんだかのせいでもう僕はパンツに目覚めありつつぐらい、ちょっとこのパンツの破壊力本気ですごかったです。最近この子のおかげでパンチラが以前にも増して好きに なりかけてる僕がいますね。逮捕しちゃうぞファイル1で言う、私あなたのこと好きになりかけてる的な、こうみゆきの気持ちですよ。私パンツのこと前より好きになりかけてるっつって、相棒に初めて言うセリフ。そんなパンツです。こっちから来れば食らわなかったんじゃね、もしかして。はい決定、はい頭に。ちょっとここに来てビーラちゃんのパンツ交換来てる。信じてるぞ、倒したら貼ってくれるって信じてっかな。どうし、僕はでかい画像で高画質がいいんです。よし。くそ。マジか。よし。眷属来たな。闇の眷属。来た。くそ。まずは一匹まとめておだうつ。くそ。おいおいおい、死ぬわ俺。よし、二匹目、3匹目チョイス。クソ。よっしゃ、クソ当たっちまった。いらっしゃい、マエテクさんのラジオで課題をやってました時、最初に文字消しを開いたから、彼に頼めばでっかい画像見れるかもな。ちょっと待って、チョイス、おいおい、避ける？何？なんだっていうの？僕の攻撃が効かないっていうの？くそ！どういうことだよ？前テクサンラジオで人がいっぱい集まってた時、サンプル文字消し焼きがいたから、彼にサンプル文字消し、サンプルでもあれじゃない、消したところでそこは浮いちゃってるんじゃないですか、跡がついちゃってるんだよ、日焼け跡。
日焼け跡みたいについちゃってんじゃないですか。公式さんは画像1000円で売ってくだち。新着1、へい、らっしゃい、へい、画像を待ち。夏はこんな感じでいろいろだったよ。これね、これもいいですよね。なんかこれもなんかのきっかけでこう画像保存しました。これはこれでねエロいんだけど、まあただの谷間かあれかっつったらもうパンツでまた濡らしながらのね、ジョバパンの方がいいよね。ミラジョビッチの方がいいよ。すげえよ本当に。何なんですかね。僕が宝くじ当たったらね、再ゲームは買い取りますよ。エロゲー速攻作らせますよ。有無を言わさず。あと Google 検索候補にミナバなんたらさんしこれるっていうね、それも追加させるようにします。僕がビル・ゲイツだったら誰だよ。しこれないって検索してるやつ正気じゃないわ。こんなパンツでしこれないと正気じゃねえぞ。正気ですか。新着1、へい、らっしゃい、おまんこパンティ好きなんだね。おまんこパンティか、まあ好きかな。おまんこパンティ嫌いな都市なんかいないんじゃないかな。そう思いますよ僕。まあでも欲を言えば乳首の方がいいかな。ミラジョボパンツより、まあやっぱ乳首ですよ。最後に乳首は勝つです。必ず最後に乳首勝つっていう歌もありますから。あ、ラス1にしとこうか。キリもいいし。前歯ケイチ、よし、まずは一匹。クソガッ。さようなら、トシアキさん。今日はここらにしとこうか。明日またやりますよ。多分明日またやります。これからはまあちょくちょくやっていこうかなって思うんで、まあとりあえず今日はね、ここらで一杯、ここらで一杯、ビータちゃんのパンツがここで、ビーラちゃんというわけでありがとうございました。セーブか。ゲーム終了しちゃっていいんだっけ。というわけで、はい、というわけで今日は本日、お付き合いいただき、エンディング、
今日お付き合いくださった本当皆さん本当にありがとうございました。あがみさん、ね、そして遊んでくださった皆さん本当にありがとうございました、ね、まあ割となんか久しぶりにしてはテンション高めに配信したんじゃないかな。まあやっぱり年と一緒の時が一番楽しいよなんてねはい、そんな感じ。いや、ほんと、なんだろうね、やっぱ楽しいですよ。まあそんな感じです。はい、まあ、なんていうか、そうですね、ここ最近なんか1ヶ月に1回ぐらいだったような気がするんですけど、まあぼちぼち復活するつもりというか、せんでええわって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。まあぼちぼち回数増えていくんじゃないかなと思います。年末配信はガチで帰るんじゃないです。まあそんなわけで、はい、隙を見てやっていこうと。割とぼちぼちゲームやりたいやつとかもあるんで、例えば下着やるとしてもすごいほぼ毎日やんないとね、おそらくテキスト量も少ない。そしてゼロじゃない1からやるとしたらとんでもないことになるし、まあなんとも言えないですけど、ちょっとやりたいなっていうところもありまして、ドアークソウルも相当ですよ、これいつ倒せるんだってのもありますし、あと他にもちょっとぼちぼち候補があるんで、急ぐものでもないしね、すごいいっぱいあるわけじゃないんですよ。まあそんな感じ。まあそんなわけなんで、まあ今年もまあもう12月、残り少ないですけどね、まあぼちぼちとやっていきたいなと思いますので、まあもしお暇でしたら気が向いた時にお付き合いいただけると、嬉しいです。というわけで皆さん本当にありがとうございました。こんな夜中まで、まあ明日仕事の方もいらっしゃるかもしれないので、頑張ってください。では、良い休日を、明日配信はしたいとは思ってますけど、したいとは思ってますけど、何が起こるか分かんないのがね、人生ですから、なんとも、なんとも言い切れないぞ、これは。気持ちとしてはしたい方がでかい。ちょっとやらなきゃいけないこともあったり、忙しいみたいな。まあ、やるとしたら昼前後かな。で、夕方までには。夕方夜はないな、きっと。夕方と夜は絶対ないと思います。また鉄血のオルフェンツに見ながら飯食わなきゃいけないので、夕方夜はない。やるとしたら昼前後かしら、早ければ午前中からやるって。でまあこんな感じですね。ぼちぼちやることもあるんで、だからまあ前後かしら。というわけで、まああるとしたら昼ちょい前か、もしくは昼過ぎか。というわけで、ありがとうございました。ではまた、縁がありましたらお会いいたしましょう。それでは良い家事ライフ。あーダメだもんダメだこれ、では
良いおまんこパン。しまじろうのおまんこパンティー。わー、あ、ちなみにあのね、しまじろう昔しか見たことないよっていう説明しておくと、このギャグは今やってるしまじろうが、しまじろうのワオっていう番組なんですけども、それとおまんこパンティーワオを、かけたというすごく高度なさようならー